ココヤシは、単種用植物ヤシ科の高木である。おそらく、ヤシ科植物の中で最も有名で、最も利用価値が高い。単に、ヤシといえば、これを指す。果実は、ココナッツとして有名であり、他にも多方面で、利用価値が高く、世界中の熱帯地域で栽培されている。リンネの植物の種で記載された植物種の一つである。ココヤシと、 果実受光は大きいもので、約30メートルにまで成長する。幹はまっすぐには直立せずやや斜めに伸び、途中がよく屈曲する。歯の長さは5メートルにもなる、右上腹用で、基部から先端がまで、細長い小葉を両側につける。歯は、幹の先端部に集まり、その部分には、歯の付け根とそこから出る繊維が密集する。それより下では、 比較的滑らかな樹皮が露出している。私有同種で大きな塩水果樹をつけ、その先端部は尾花で、基部に芽花をつける。果実はこなすと30センチメートルほどにもなり、やや先が尖った楕円型で緑色。その外側は丈夫な繊維を含む厚い層からなり、その内側に非常に硬い殻に包まれた種子がある。果実は海水によく浮かび、 遠距離への種子の散布が可能である。ポリネシアから熱帯アジアが原産とされるが、現在では世界中の熱帯地方で栽培されている。ココナッツ非常に利用価値の高い植物である。茎は材として用いられ、特にポリネシアなどの海洋の小島では唯一の材木となる場合もある。古代から近世までアラビア海、東。 アフリカインド貿易で利用された船の建材として利用された。葉は屋根を吹き、あるいは繊維を編んで、敷物やカゴなどに加工される。果実はココナッツと言われ、主として食用になる。硬い殻の内部の周焉部には固形廃乳の層があり、中心近くには液状廃乳が入っている。液状廃乳はそのまま飲用される。これは、 熱帯では多くの場合に野外の生水は衛生的に危険なことから非常に重宝される。1個の果実には約1リットルの液状排入ココナッツジュースが入っている。排入はそのまま食べられるほかココナッツミルクなどに加工して料理にもよく使われる。またこれを乾燥させてコプラを作る。これは油分が多く工業原料にもなる。 果実の皮からは繊維を取り出して、ロープやたわしなどができる。内側の硬いからは、容器として用いられるほか、細工物にも使われる。熱帯地方の観光土産の定番である。砂浜に漂着したここやしの見入り表島、丸間の浜果実は、非常によく海水に浮かぶので、海に落ちれば、海流に乗ってかなり遠方まで流され、砂浜に打ち上げられれば、 そこで発芽することで分布を広げる。日本にもしばしば漂着することで有名である。柳田国は、厚見半島の浜辺に漂着したここヤシの実に、触発されて南海からの文化伝達を論じ、会場の道を書いた。島崎東村の助上詞及びそれに曲をつけた、歌曲、ヤシの実は、柳田から直接この話を聞いた島崎が、 触発されて作ったものである。ココヤシの分布域。日本では、鹿児島県奄美群島のごく一部と沖縄県、東京都の小笠原諸島以外の地域では、冬の寒さのため自生できない。沖縄本島では、街路樹やホテルの庭園などに植栽されているが、生育は良くない。近年は温暖化の影響もあり、奄美群島でも身をつけているという情報がある。 沖縄県宮古諸島イラブ島の渡し口の浜や、先島諸島イリオモテ島の北部海岸、小笠原諸島父島と母島、伊王島、南鳥島で自生している。特に、父島と母島には、街中や民家の庭先に、樹齢数十年を超える大きな株があり、異国情緒を漂わせている。体感温度は、摂氏12度と言われ、自生北限は、 ペンの気候区分で熱帯気候と温帯気候の境界とされる最寒月平均気温摂氏18度のラインとほぼ一致する。1981から2010年の平均値から推測するとそのラインは父島から大東諸島を通り宮古島から入表島の北方を横切る線となっている。各地で利用されるが、 大きな果実が非常に高いところになるので、それなりの苦労が必要になる。まず、果実を取りに行くのが大変な労働であり、木登りの技術は、地元の人間にとって、重要な能力となる。マレーシアやタイでは、豚をザルを調教して、この役割をさせる地方もある。他方、果実が自然に落下した場合は、人間などに当たれば、大けがをする。観光地では、 熟した果実をあらかじめ落として回ることも重要な作業であるという。なお、ヤシガニは木に登ってこの実を取ると誤解されていたことに由来する名前である。ありがとうございます。